俺も怒ることはある、うん、切れることはある、もちろんキサーってけど、あんまり人より怒ることは少ない。みんなが10ぐらい怒ること大体2とか3ぐらいで済むぐらいで、比較的ね全然怒らないタイプ、もうすっげー優しいタイプ、うん、そんな俺がね唯一ムカつくやついるんすよ。あ、マジでムカつくやついるんすよ。 DJ 金太って言うんすけど、まあ俺人生で怒ったことあるランキングみたいなこうバーって開けたらね、トップ10全部金太。あ、それ以外のこと俺基本どうでもいいもん。結構どうでもいい人間で適当人間やけん、なんかなくしたとかさ、なんかうわすごいトラブル起きた、どうでもいいんよ。だけあんまりイライラせんし怒らんわけよ。けどやっぱね、仕事はめっちゃ本気でやっとうし、レペゼンはもうね、もう人生かけてもめっちゃ大事にやっとうけんこそ、銀太はレペゼンのメンバーや、まあ、どうでもよくないわけよ、銀太に関しては。あと銀太と揉めてる内容、ここ大体仕事の話や、でどうでもよくないわけよ。レペゼンができて8年ぐらい、 DJ 銀太とまあ10回ぐらい喧嘩したことあるかな、うん、この過去10回どんな喧嘩してきたかね、俺がこれ全部喋っちゃったらね、もう銀太さんね大変なことになっちゃうよね。俺は絶対に全部俺が正しいと思ってるから、10回喧嘩しても20回喧嘩しても全部俺が正しいと思ってるから、俺が喧嘩の内容一個一個が喋っちゃったらね、これ視聴者のみんな、ああそんなの DJ 社長切れて当たり前だよみたいな、 DJ 金太とんだけやばいのみたいななっちゃうから、これあんま詳しく話せない。今日はそういうこと言いたいわけじゃない。銀太とは慢性的な仲いいわけよ。慢性的って言い方いいのか分からんけど、普段は仲いいわけよね。けどほら銀太さん、カッとなった時にパニック症みたいになるわけよ。うわーみたいな、その感触みたいなのをよく食らうわけよ本当に。でその感触にもうちょっとタイミングやっとったわけよね、正直。それで、ね、今時さ、上司が部下にさ「お前!」とか言ってさ、ガーッとなったらさ、もうパワハラで一撃でもアウトやんね。うん、どこの会社に社員が社長を「おいえー!」とか言って怒鳴るねん、それ一撃で組むよ、まあ、そんな、うん、っていう感じで、まあ感謝もよく食らってたわけよね。でもう限界やと、もうこの、まあ、普段は仲いいよ、普段は仲いいんやけど、もうこの感謝だけどうにかならんかなってずっと思い言ったわけよ。しかもあいつのムカつくところがね、まあまあちょちょこれだけって感謝を起こすたびに「レペゼンやめてやる!」みたいな言うわけよ、ムカつく。なんかそれに対してさ、レペゼンやめてやるとかって言いながらさ、感謝を起こすやつに対してさ、なんだとてめえとかさ、殴ったらさ、あー殴られた、はいレペゼンやめるとかってさ言うやんね。感謝を起こしたやつに対して俺が言い返したら、あーじゃあレペゼンやめるってなるやんね。その感謝のまんま勢いのままレペゼンやめるやろ。俺はレペゼンやめてほしくない、銀太に。そのファンも、まあ、誰も別にレペゼン銀太にやめてほしいなと思ってない。ほいもばきもまるみんなね、だけ俺がこうやって銀太と喧嘩して銀太がやめるようなきっかけ作るのも嫌やし、俺も銀太やめてほしくないけ、銀太がうわーみたいな感じを起こした時に俺は、うん、黙って、うん、悔しいけど言い返さないみたいなこと繰り返したけど、限界が来ました。はい、もう耐えれん、次感謝食らったら俺グーで殴っちゃうかもしれないって、もう6回目ぐらいから思ってたね。でもそっから7回目が来て殴りそうやったけど、もううーんってなって、もう8回目ぐらいからもう次言われたら俺もう銀太の首切っちゃうかもしれないと思っとったわけね。もう次来るやったら首切っちゃおうみたいなぐらい思っとったわけよね。で9回目、でも首切らんかった。別に切りたいわけじゃないし、首切りたいわけじゃないし。で10回目、もう殴るか首切るかって思ったけど、殴ったら俺悪くなるやん、首切ったらさまた俺どうせ俺が悪くなるし、社長銀太首にして最低だみたいになるやん。やけんおいこっとしました。はい、もう俺も人生で一番ムカついたけんね、去年の年末の銀太のそれに関しては。まあまあ俺もその時はちょっとお酒飲んでカッとなっとったし、酔っ払って DJ 丸に1時間近く怒鳴られとったけど、港区でね2、30人ぐらいね、会ったこともなんもない人たちがね見てるど真ん中で、もうみんなが見てるど真ん中で DJ 丸が俺に向かって怒鳴りつけんの、うわーお前なんてかけんてかけんてかけんみたいな、それを1時間ぐらい食らって、ああきちいわーとか思った時に DJ 銀太からも LINE で「お前なんてごめんなさい食いつけた!」みたいな来て、やってられるかいってなった。はい、そうやって僕はボイコットしました。で、まあ、そうボイコットした時に、まあ、ピアアリーナのライブもあったし時期がいもあったけんね、まあ、ただごとじゃ済まないってことは分かっとった、ね、俺がボイコットして連絡も誰ともつかずに仕事をバックれるってさ、けど俺はそれでもいいと思うぐらいキレてた。うん、もうこのボイコットしたせいで借金10億円が20億円なのか30億円なのか俺は構わん、もうこれで最低だとかなってファンが減ってファンクラブの数が0人だろうがそれでも構わん、それでもいいから俺はボイコットするって決めた。そうだけその覚悟のもとボイコットをしてました。だからまあいろんな人に迷惑かけたし、すごい騒ぎにもしてしまったし、本当に申し訳ないです。はい、はい、本当に申し訳ないです。まあでも結局ね、こう銀太も脱退するって言ってさ、今ソロ活動頑張っとうやんね、すげえ生き生きしてるなって思う。俺はこの携帯で銀太もうあれ以来会ってないけど、ね、脱退しますってこうね、こう言われたんやけど、
その日から一回も会ってないよ、ね、けど流れてくる動画とか見るとすげえ生き生きしてんなって思う。なんかペペゼンにおった時の銀太も、まあ、もちろん頑張ってたし楽しそうに仕事しとったけど、一番今がもう目輝かせながら俺はやってやるんだ、まあまあまあ脱退したしね、あのケツに火がついとけんかも、なんか分からんけどやってやるみたいな、そうすげえいいなって思う。うん、まあ丸さんはまだ脱退したてやけんちょっとあんま分からんけど、まあそうやね、そういう意味ではまあなんか楽しそうやし、まあ一旦いいんじゃないかなと、その思ってます。はい、あの感触何回も食らうぐらいだったら一回、あのいやだって一番怖いのはよ、やりさしてもくんねえとか言ってさ、キレられたらさ、もうたまったもんじゃないよね。まあという感じで、あの DJ 銀太さんの活動は普通に応援してます。はい、楽しそうだし頑張ってほしいなと思っております。まあせっかく辞めたんだらね、まあさすが元レプレゼンターって言われるぐらいの結果を出してほしいですね。はい、思ってます、楽しみにしてますよ銀太さん。まあということで、レプレゼント DJ 社長、今後も応援よろしくお願いします。あ、脱退したバルト銀太も応援してあげてください。はい、僕はそんなにもう怒ってないです2人が。はい、あの曲ではね、あえてエンタメにボーンってしたけど、はい、